1954年の洋末ロビンスでは、1954年の洋末ロビンスの動向をまとめる。この年の洋末ロビンスは、長沢武雄が1年だけ監督を務めたシーズンである。このシーズンから愛称となっていた洋末ロビンスが正式名称となったが、このシーズン限りで映画、演劇会社の小竹が球団経営から撤退したため、 洋末ロビンスと名乗った最初で最後のシーズンとなった。開幕の大半身6連戦は3勝3敗で5分だったものの4月10日から11連敗。連敗脱出後も12連敗を喫すると再開から脱出できず、投打ともにいいところなく再開を独走。後半戦以降の巻き返しを狙ったものの8月二9連敗と5連敗を喫して5勝20敗1分の 借金15で再開が確定的になり、この年初優勝の中日に55ゲーム差、5位の国鉄に23ゲーム差も離される惨敗で、球団初の再開に転落。投手陣は、前年新人王の近藤正俊が11勝で2年目のジンクスを克服するも、打線の援護なく、負け越し他の投手も振るわずチーム防御率は 4.14? でリーグ唯一の4点台。 打撃陣は、青田昇が本塁打をお時を吐いたが、それ以外の選手は不調で、チーム打率もリーグ最下位に転落。長沢監督はこの責任を取り1年で辞任し、後任には、プロ野球黎名機から活躍していた、藤井サムが、選手兼任監督となった。ありがとうございます。